夫婦関係をリセットしろ。年間本100冊論文300ペーパーを読み漁り、誰かが言ったことでなく論文から出た結論しか信じられなくなった論文男がお送りをします。さあ本日は夫婦仲を良くする科学的な手法ですね。最近ではコロナ離婚という言葉が話題になるなど、夫婦は一緒にいる時間が長いと仲が悪くなる傾向にあります。これは科学的にも明らかになっていて、夫婦仲の人というのは年数を重ねるごとに減少傾向にあり、アメリカのデータでは結婚生活においてとても幸せと感じているのは 10% 程度であるというデータも出ています。アメリカと日本では文化が違うので同様とは言えませんが、とても幸せと感じている夫婦は少ないのではないでしょうか。今回は夫婦仲をとても幸せと感じるに近づけるための3つの手法をお伝えします。1つ目がノースカロライナ大学から出ているライティングアプローチ、2つ目が心理学の手法であるリアプレイザル、3つ目が2020年最新の論文をもとにした自律神経アプローチですね。で、どの手法も今日からすぐにできますし、科学的に根拠のある論文や本をもとにした手法になります。参考にした論文、本は説明欄に貼ってありますので、興味がある方はご覧ください。では早速、一つ目のライティングアプローチですね。これは2013年にノースカロライナ大学の研究で開発されたものになります。まずはその効果ですが、一言で言ってしまえば、年間21分だけ時間を使えば夫婦関係を良好に保つことができます。研究の内容としては、対象が120組のカップルを対象としており、方法としては、まず最初の1年間は何の介入もせずに2人の満足度がどう変化するのかを調査しました。そこから続く1年間は2つの群に分けます。1つ目はそのまま何もしないグループ、2つ目は1回7分のライティングアプローチを年に3回行うグループですね。結果としては何もしなかったグループは1年間パートナーとの満足度が下がり続けました。ライティングアプローチをしたグループは満足度の低下がリセットされるっていう効果がありました。このライティングアプローチは年に21分という短いアプローチによって結婚生活の満足度を改善しただけではなくて、時間の経過によって衰えやすい性欲にもいい影響を与えたということです。しかもこれは付き合っている期間が長くても短くても同様の結果が現れたということなので、付き合っている期間によっての縛りはないということですね。ではこのライティングアプローチの方法なんですけれども、まずはじめについ最近起きた相手との喧嘩の内容を考えてみてください。そしてその喧嘩の内容に関して客観視して、第三者の立場からどんな答えが最高の答えだったかを2人で考えてみてください。それを今後何らかの意見の相違が起きた場合に行ってみてください。まあ、なんかちょっとイメージしづらいと思いますので、私たち夫婦の場合を紹介します。例えば子供が物を投げた時に叱るか叱らないかで言い合いになったことがあります。この場合は第三者から見てどこがダメでどこが良かったかを紙に書くことにしています。ダメなこととしては、保育園でこれをやって人に当たったら怪我をさせてしまうこと、いいことは投げるのが上手くなったという感じですね。要は第三者の目線で考えることによって個人の感情的な感覚を避けることができるので、喧嘩の数というのは変化ありませんが、感情的にならずに喧嘩というよりは意見の相違として受け取ることができるようになります。これ文献から効果が明らかになっていますので、まあ、魔法のような方法ではありませんが、200組の夫婦で効果が明らかになっていますので、ぜひ試してみてください。考えることは第三者目線っていうことですね。で、2つ目がリアプレイザルです。日本語訳だと再評価っていう意味です。先ほどのライティングアプローチもリアプレイザルの一種になるんですが、ライティングアプローチよりも自分の気持ちにフォーカスしている手法になります。夫婦は喧嘩をして怒りを覚えると、まず怒りを抑えようとします。これって逆効果で、数々の研究で怒りを抑えることはポジティブな感情を減らしてネガティブな感情を増やすっていうことが分かっています。無理に怒りを抑えようとすることによって脳が興奮してしまい、緊張と不安が増加し、感情をコントロールする脳の部位も興奮してしまうっていうことが分かっています。つまり喧嘩をして無理に怒りを抑えようとすることによって逆にストレスが溜まってしまい、夫婦関係を悪化してしまうっていうことです。ではどうするのかというと、リアプレイザルを活用します。先ほども言ったんですが、人間の脳は怒りを感じると扁桃体という部分が活性化して感情をコントロールすることができなくなります。この扁桃体の興奮性を抑えることができるのが前頭葉という脳の前側の部分になります。この前頭葉は人間だけが大きく発達した脳領域で、進化論においても最も最後に成長する脳の部分になります。子供なんかではこの前頭葉の発達が未熟なので、イヤイヤ期やわがままなどの自分だけの感情に沿った行動が出てきます。怒りを感じた際にはこの前頭葉を活性化させることによって怒りを抑えることができます。ではどのようにして前頭葉を活性化させるのか。前頭葉というのは数学クイズのような認知機能を使う作業によって活性化することができます。
つまり頭を使う作業をすれば怒りを抑えられるっていうことです。じゃあ怒っている時に数学クイズをすればいいのかっていうと、相手がいるのにそんなことをすると逆に相手の怒りを買ってしまいますよね。相手がいる夫婦喧嘩の際には前頭葉を活性化させるために相手の怒りの原因を考えるっていうことをやってみましょう。これどういうことかというと、相手が怒っている原因について、今日は体調が悪いから怒っているのかだったり、今日会社で嫌なことでもあったかななど、ネガティブな感情を別の視点から見るっていうことですね。考えるっていう行為は前頭葉を使いますし、このような形で別の視点で見ることによって心に余裕を持つことができます。このリアプレイザルをすることによって脳の扁桃体の興奮性が収まるっていうことも科学的に分かっています。私の場合だとライティングアプローチをする前の段階としてこのリアプレイザルを行っています。どうしても感情的になっているときにライティングアプローチを導入することが困難になってしまいますので、まずはリアプレイザルで怒りの感情をコントロールした後に夫婦関係をリセットするっていう感じですね。そして最後3つ目は自律神経アプローチです。2020年の4月にアメリカからこんな研究が発表されました。感情の起伏が夫婦関係をどう変化させるのか、そしてそれに対する副交感神経はどのような役割を果たすのかっていう研究ですね。副交感神経というのは休息の神経と呼ばれているリラックスをしている時に働く神経になります。この副交感神経が優位に働くと夫婦関係にどのような影響が出るのかを見た研究になります。既婚成人344人を対象に毎日の電話インタビューとストレスに対するテストを行いました。結果としては今まで話してきたことと同様に、ストレスに対する感情的反応、夫婦喧嘩というのは10年後の夫婦の質の低下と関連していました。つまり夫婦喧嘩の積み重ねによって10年間徐々に夫婦仲を悪くするっていうことです。ここまではライティングアプローチで紹介した論文と同様の結果ですね。ただしこの研究ではこれにプラスして副交感神経という条件を入れた際にどう変化するのかを見ました。リラックスした時に働く神経、副交感神経が優位に働きやすい人というのは喧嘩による夫婦仲の悪化を和らげるっていう結果になりました。つまり副交感神経が働きやすい人というのは夫婦仲が悪くなりにくいっていうことです。しかもストレスを感じにくいという研究もありますので、人生を楽に過ごしたりとか思考をクリアにする際にはとても重要な神経になってきます。この副交感神経を働かせやすくする方法としては、文献によってはいろいろな方法がありますが、私がおすすめする方法としては森林浴と瞑想ですね。休みの日に家族で自然がいっぱいの公園で散歩するだけで副交感神経を働かせることができ、1週間のストレスをリセットすることができます。これは夫婦仲だけではなくて日々の活力にもなりますので、ぜひやってみてください。で、瞑想においては本当に様々な研究が出されており、副交感神経を優位に働かせることにより集中力を上げて仕事の効率だったり友人関係を良好にするっていうことも明らかになっています。瞑想の方法については YouTube でも動画が出ていますので、これを見てみるといいかなと思います。大切なことは呼吸法と毎日継続して行うことですね。自分の呼吸などの感覚に集中することによって副交感神経を優位に働かせることができます。で、私のおすすめとしては歩行瞑想です。歩く中で足の感覚に意識を集中させて瞑想を行うものですね。歩くことによって日々の活動量であるニートを上げて健康を保つこともできますし、ストレスをリセットすることもできますので一石二鳥になります。毎日瞑想を続けて心を整えて夫婦仲も良くしていきましょう。では最後にまとめです。夫婦仲を良くする方法としては自律神経アプローチ、リアプレイザル、ライティングアプローチがあります。まずは自律神経アプローチとして瞑想を行うことで副交感神経を優位に働かせ、怒りが出にくい体を作りましょう。瞑想方法としては YouTube で検索すれば出てきますので、それを参考にしていってください。次に心理学のアプローチの一種であるリアプレイザルで、怒りを別の視点から考えるために、なんで相手は怒っているんだろうというふうに考え、前頭葉を働かせて怒りを抑制しましょう。そして夫婦喧嘩が起こった際にはライティングアプローチを実践しましょう。喧嘩になった内容を第三者の視点から見ることによって夫婦仲をリセットすることができ、情熱や性欲というのを改善することができます。年に21分、この時間を設けるだけでこの効果が現れますので、面倒くさがらずに実践してみましょう。夫婦仲の悪化は人生の質というのも低下させてしまうため、自分の一回こっきりの人生を有意義なものにするためにも夫婦仲を良くする3つの手法を実践していきましょう。このチャンネルでは論文や本を用いて人生を豊かにする方法を放送しています。
ぜひチャンネル登録をお願いします。